こんにちはボーカルコーチの秋真由美です皆さん歌ってますかえっと私は声の響きを育てて楽に歌えるっていうボーカルレッスンをしているんですね歌が好きな方に悩まず苦しまず楽に自由に表現できる世界を味わっていただきたくてレッスンしています で早速なんですけれども響きのある声って皆さん意識してますかね声ってこう出すものではなくて響かせるものっていうのを私は言っていますで響きを感じられるとはもう自分でも私の響きはここだって分かってくるんですねそれを獲得できると何がいいかって周りを気にせずも自分はここだからこの響きが私だからこれが私ですって言って堂々と歌えるようになるんですね、えー、歌を歌う人ってきっと、えー、うまい人ってたくさんいるので もうなんかどんなにやってってもやっぱり上手な人に出会ったらいやいやいやどうしようとか緊張したりなんかそんなって。 小さくくななななっっっっっててて歌うのがちょとと怖くなってしままたりすするることもあるんじゃいいかなって思いますでも、えっと、どんなところに出ていっても「私は私」でしかないっていう,こう振り切れる何かを自分で持っていると歌うことも、まあ、そんなに怖くなくなるしもう歌うしかないっていうふうに一直線に、ね、方向を定めることができるんですねなので、えっと、そのためにもこの「響き」を育てていく「私の響きはこれです」「これ以上でも以下でもないです」っていうところに行けると、まあ、強いんですよ。あの歌が大好きで だから皆さん、えー、歌い続けるためにも響きを獲得するといいかな響きを育てていくといいかなと思ってお伝えしてるんですね。ただその響きっって何よっていうところでそんなねどなんなのやってんのやだって思うでしょ。<laughs> ちょっっと歌ってみます簡単にできるのがハミング一緒によかったらやってみませんか好きな音でうーん

いからこのぐらいにしておきます。<laughs> 全然力入れなくてできるようになりますどうですかね。<laughs> そんなうるせえボーカルいらないわって思った小さいのもできるけどとりあえずこんな感じです。<laughs> よかったらぜひあのいつでもレッスンにいらしてください <laughs>。大好きな歌を歌っていきましょう。あなたの声を世界に響かせてください。世界はあなたの歌を待っています。enjoy この動画は YouTube チャンネルでも配信しています。 チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。みんなで歌を歌おう